ホームランの勢いで物申す。私はバーチャルーチューバーのモの物申す。今日は中日ドラゴンズのニューナエース。中田翔選手のビッグニュースについて盛り上がっていくぞ。まずは中田選手が巨人を自由契約になった後、即オファーをくれた中日に感動を感じて、立浪監督との初交渉で2年3億円の条件で入団を決めたっていうホットなニュースについて話していくよ。中日は得点力不足で苦しんでいたけど、中田選手はそれをぶち壊すスラッカーだから期待がモリモリ。でもね、本当に大事なのはんだ点打つかじゃないんだ。中田選手がチームに与える それははやばいの彼の彼経験実力高校時代から続くホーームムラン記録はチーム全体にポジティブな刺激を与えるんだよね確かに、3億円って大金だけど、注目すべきは金額じゃなくてチームをどう変えるか、それこそがファンの期待に応える大きなアトキックだよね。さて、中日ファンの皆さん、中田選手の怖がる打線を想像してみて、ランナーが増えれば石川選手や細川選手がよりリラックスして大活躍できるはず。つまり、中田選手の効果は筋以上に大きいんだ。でもね、野球は単なる筋の積み重ねじゃない。すべてのプレイヤーが パズルのピース。中田選手が最後のピースになれば中日はまさに新時代を迎えられるかもしれない。いよいよ最終回。中田選手新天地への活躍を私たちは心から期待しているよ。なぜなら、それは中日ドラゴンズ、そしてプロ野球の明日を変える第一歩だからさ。バーチャル YouTuber のモノモース、これにて。